チャンスがあればぜひであの海外でレースしたいなってのは未だにあります。例えばでもそれ動いてたんですけど、うんまあ、例えばあのルマンにしても、うんまあ、ちょっと一瞬発表あったと思うんですけど、うんまあ、一応コロナの影響に流れちゃったりとか、うんそうですね、あと、シンガポールグランプリの前座も話しあったんですけど、うん、それなくなったりとか、あとまあ今はもうなくなったんですけど F1 の、金曜日話もちょっとあったんですけど、うん、いろいろ、まあ、それはでももちろんいろいろうまく、まあ、コロナとかいろんな事情で、うん、あの表には出てない結果として参加できてないけど、うん、やっぱり常にそこら辺は張り巡らしてて未だにその活動はしてるんで、なんかそのうち特になんかこれあとインディ、インディもあーめちゃめちゃイメージが、はい、してたんですけどね、あのインディで関口を冷やした、うんはい、なかなかでもちょっとうまくまとめられなかったんですけど、まあ、でも基本はやっぱりもう日本でレースしたいっていうのがもう第一優先なんで、うん、その GT とかスーパーメラとかチームに迷惑かからないスケジュールで、うん、あのスポットでやりたいなっていうのは未だに持ってる。